皆さんこんにちは、リポーターの佐々木明奈です。昭和のマドレーヌ、美味しそう、美味しそう。ソースとお肉の旨味がめちゃめちゃマッチしてる。続いては東日本大震災原子力災害伝承館にやってきました。普通は仙台からここ双葉駅まで特急日立で約80分で来れちゃうんです。それでは次の街まで行ってみよう。せーの、セミが元気だね。ミンミン鳴いてますね。夏だね。これが本堂になるのかな。そうだね。え、すごい。大きい杉を発見。クラッシュ君の何倍ですかこの杉は。あ、そうだね。手と口を、大きい杉を発見。待ち遠しくてカウンターで待ってたクラッシュ君ですが、ちゃんと席に着いてただずっと見てます。夏イチゴの手作りジャムにヨーグルトが乗っていて、その上に冬イチゴのミルク、3層楽しめるんです。めっちゃ美味しい。本当に甘い懐かしいイチゴの味がするかな。バナナ抜けました。クラッチ君が楽しみにしていたバナナです。どうぞ。パワーみなぎります。また来ます。ありがとうございました。お疲れ様でした。